皆さんこんばんは、イロアスです。いつも朗読をお聞きいただきありがとうございます。皆様のおかげでついにチャンネル登録者1000人を突破することができました。ありがとうございます。はい、もうかれこれですね、2021年の7月から始めましたので1年半ぐらいここまでかかりましたね。もう本当に何もない状態からこうやってスマートフォンのこう動画を回して、で青空文庫さんの方からこうお借りしまして、作品を読ませていっていただいて、で最初の方は毎日のペースで上げさせていただいてたんですけれども、やはりですね、こう私こういった朗読ですとか、まあ、そういったものを今まで実績がございませんので、全然登録者なんかも伸びずに、でこう自分でですね撮った音声録画を後で見返すと、まあ、非常に聞きづらくてですね、もう本当に耳を塞ぎたくなるようなものだったんですけれども、こう読んでいるうちにですね、まあ、少しずつこう、まあ、今でも少し詰まることも多いんですけれども、最初の頃に比べるとこうスラスラと文がつなげるようになりましたし、あとはですね、こう独特な昔の言い回し、難しい漢字だったりっていうのも、もう本当に作品ごとにですね、こういつも調べて調べてってやっていたんですが、まあそれも、あ、この漢字はあの時の作品で見たやつっていうのがこういくつも出てきてですね、まあそのあたりの時間っていうのもこう短縮できるようになってきたので、まあ今昔に比べると効率よくこう読み上げることもできるようになってきたのかなというふうに思っております。あと、まあ、これも一つ当初の目的ではあったんですが、こう仕事なんかで人とお話をさせていただくときに、こう前と比べるとスラスラと言葉が出てくるようになったかなと、口周りがですね、こう非常に、まあ、良くなってきたように感じますので、まあ一種そのあたりの目的としては果たせているんじゃないかなというふうに思います。ですので、こうお話が苦手な方ですとか、あとはこう滑舌のところに対して、お悩みのある方なんていうのは、こうやって実際に何かを声に出して読むっていうのは一ついいトレーニングになるんじゃないかなと思いますので、こちらのチャンネル聞いてくださってる方の中でそういう人がいたら、ぜひですね、まあ、やってみていただいてもいいのかなというふうに思います。まさかね、こう僕のチャンネルが1000人を突破する日が本当に来るのかと、まあ、未だにちょっと実感できていない部分はあるんですけれども、でこう調べてみたら YouTube のチャンネルを開設して登録者が1000人超える人っていうのは、こう全体の 10% から 15% 程度っていう風に言われているそうでして、まあ、その中にようやく入れたというところで、まあ、こう嬉しいな、本当に簡単な言葉なんですけれど、まあ嬉しいなという風に思っております。で、そうですね、こう私本当に何もない普通のサラリーマンだったんですけれども、こうやって続けていくことで、まあ、私でも突破できましたので、こう今聞いてくださってる方の中で、実は YouTube チャンネルアカウント開設したけれども、こう続けきれてないんだよねっていう方ですとか、まあ、今から始めようかなって思ってる方でも、こう無理のない形で継続していくことで、まあ、こう成果につながるというふうに思いますので、まあ、これは YouTube に限った話ではないんですけれども、継続することってまあ非常に大切なんだということが、まあ、副産物としてお伝えできればいいかなというふうに思っております。はい、
でですね、お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、マスクの方は外させていただきました。こうやはりコメントの中でこうマスクはどうしてしてるんですかですとか、外さないんですかというコメントをいただくこともあったりですとか、あとはですね、まあ、単純にこうマスクをつけながら読んでいると支障が出てしまうことも実はあって、こうなかなか口が開けづらいっていうのが一番あったりとか、あとは逆にこう乾きやすかったりとか、まあ、そういったところもあったりして、まあじゃあなんで今までマスクしてたんだよっていう話だとは思うんですが、まあ、単純に恥ずかしくてですね、あんまり顔出しの方はしたくなかったんですけれども、もしかしたらこう顔を出したことによって登録者がこうわーって目減りしたら本当に失笑なんですが、まあ今後はこのような形でやっていければいいかなというふうに思っております。でですね、もう一つ目的として、やはり1000人を超えるとこう収益化のラインっていうのが超えてくるんですけれども、収益化に関しては審査がですねまた少しかかってくると、1週間から1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月を目安に見てくださいっていうふうに YouTube 側から来ているんですが、まあ、それぐらい時間がかかるので、まあ、私としてはこう今まで通り1週間に1回更新頻度守って、まあ、投稿はしていこうかなというふうに思っております。はい。で、今後の方向性といたしましては、やはり今まで同様にですね、こうミステリーを中心に読ませていただければいいかなというふうに思っているんですけれども、何かこうこの作品を読んでほしいですとか、あとはこういう作品、こういうジャンルは読まないのかっていうところで、リクエスト、コメントを通していただければ、そちらの方もですね、あんまり長い作品ですとちょっと下読みをするのにですとか、一気に上げられなかったりっていうことで連載ものになってしまうと思うんですけれども、そちらの方もですね、いただければ、まあ可能であれば上げさせていただきますし、できない場合にはまあ、こういう理由でできませんというところでご連絡の方はさせていただきますので、まあ、どしどし何か思いついたものがあればコメント欄にいただければと思います。はい。本当にですね、皆さんのコメントですとかいいねですとかチャンネル登録をいただいたことで、こう私励まされてここまで続けてくることができました。改めてありがとうございました。そしてこれからも変わらず応援していただければ幸いでございます。それではまず一方というところで、また今週の土曜日に通常通り動画を上げさせていただきますので、そちらの方も聞いていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。バイバイ。